皆さんこんにちは。ゆっくりです。本日は、くねくねについて語れ、の、一本をお送りいたします。どうぞゆっくり聞いていってください。くねくねについて語り合いましょう。白い、または黒い。人間では考えられないような格好でくねくねと動く。視界に入っただけでは害はないが、何であるかを理解すると精神に異常をきたす。とりあえず一番メジャーなお話を貼ります。これは小さい頃、秋田にある祖母の実家に帰省した時のことである。年に一度のお盆にしか訪れることのない祖母の家に着いた僕は、早速大はしゃぎで兄と外に遊びに行った。都会とは違い空気が断然うまい。僕は爽やかな風を浴びながら、兄と田んぼの周りを駆け回った。そして、日が昇りきり、真昼に差し掛かった頃、ぴたりと風が止んだと思ったら、気持ち悪いぐらいの生ぬるい風が吹いてきた。僕は、ただでさえ暑いのに、なんだってこんな暖かい風が吹いてくるんだよと、さっきの爽快感を奪われたようで少し不機嫌になった。ふと兄を見ると、さっきから別な方向を見ている。その方向にはカカシがある。あのカカシがどうしたの？と兄に聞くと、兄は、いや、その向こうだ、と言って、ますます目を凝らして見ている。僕も気になり、田んぼのずっと向こうをじっと見た。すると確かに見える。なんだ、あれは？遠くからだからよくわからないが、人ぐらいの大きさの白い物体が、くねくねと動いている。しかも周りには田んぼがあるだけ。近くに民家があるわけでもない。僕は一瞬奇妙に感じたが、ひとまずこう考えた。あれ新しいカカシじゃないの？多分さっきから吹いてる風で動いてるんだよ。兄は僕の考えに納得した顔をしたが、その表情は一瞬で消えた。それまで吹いていた風が、ぴたりと止んだのだ。しかし例の白い物体は相変わらずくねくねと動いている。おい、まだ動いてるぞ。あれは一体何なんだ。と兄は気になってしょうがなかったのか、家に戻り双眼鏡を持ってきた。兄は少々ワクワクした様子で、最初俺が見てみるから、お前は少し待ってろよ、と言い、張り切って双眼鏡を覗いた。すると、急に兄の顔がみるみる真っ青になっていき、冷や汗をダクダク流して、ついには持っている双眼鏡を落とした。僕は兄の変貌ぶりを恐れながらも、思わず聞いてみた。何だったの？兄はゆっくり答えた。わからない方がいい。すでに兄の声ではなかった。兄はそのままひたひたと家に戻っていった。僕はすぐさまあの白い物体を見てやろうと、落ちてる双眼鏡を取ろうとしたが、兄の言葉を聞いたせいか、見る勇気がない。しかし気になる。遠くから見たらただ白い物体が奇妙にくねくねと動いているだけだ。少し奇妙だが、それ以上の恐怖感は感じない。よし、見るしかない。どんなものが兄に恐怖を与えたのか、自分の目で確かめたい。僕は落ちている双眼鏡を取って覗こうとした。その時、祖父がすごい焦った様子でこっちに走ってきた。僕が、どうしたの？と尋ねる前に、すごい勢いで祖父が、あの白い物体を見てはならん。見たのか？お前はその双眼鏡で見たのか？と迫ってきた。僕は、いや、まだだけど。と、少し戸惑った感じで答えたら、祖父は、よかった、と言い、安心した様子でその場に泣き崩れた。僕はわけのわからないまま家に戻された。帰るとみんなが泣いている。僕のことで、いや違う。よく見ると、兄だけ狂ったように笑いながら、まるであの白い物体のように、くね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 と乱舞している。その兄の姿に、
あの白い物体よりも恐怖感を覚えた。そして家に帰る日に祖母がこう言った。〇〇はここに置いといた方が暮らしやすいだろう。あっちだと狭いし、世間のことを考えたら数日も持たん。うちに置いといて、何年か経ってから田んぼに話してやるのが一番だ。僕はその言葉を聞き大声で泣き叫んだ。以前の兄の姿はもうない。また来年実家に行った時に会ったとしても、それはもう兄ではない。なんでこんなことになったんだろう。ついこの前まで仲良く遊んでいたのに。僕は必死に涙を拭い、車に乗って実家を離れた。祖父たちが手を振っている中で、変わり果てた兄が、一瞬僕に手を振ったように見えた。僕は遠ざかって行く中、兄の表情を見ようと双眼鏡で覗いたら、兄は確かに泣いていた。表情は笑っていたが、今まで兄が一度も見せなかったような、最初で最後の悲しい笑顔だった。そしてすぐ曲がり角を曲がった時、もう兄の姿は見えなくなったが、僕は涙を流しながらずっと双眼鏡を覗き続けた。いつか、元に戻るよね。そう思って、以前の兄の元の姿を懐かしみながら、緑が一面に広がる田んぼを双眼鏡で覗いていた。その時だった。見てはいけないと分かっているものを、間近で見てしまったのだ。と、ここまでが多分一番有名な話。それを見たのになんでそいつは狂わずにこの話をかけるんだ？まあそれはお約束。直接見なくてもそれを理解したら狂うんですかね。ならこのスレ突き詰めていったらみんな狂うかもしれませんね。似た話があったので貼り付けます。にちゃん初心者なのでよくわからないけどここへ書き込みます。俺は8年前に福井に住んでいて、海まで近かったから毎日のように遊びに行っていた。その日も友達と最初遊んでいたのだが、友達の親が親戚がどうたらって言って迎えに来たから、仕方なく俺一人で遊んでた。そのうち夜遅くなって、ふと周りを見渡すと暗くなり始めていた。あまり有名な観光地でなかったのと、シーズンオフだったのが重なって、海は遠くまでがらんとしていた。もう帰ろうかと海遊び道具をしまっていると、ちょっと離れたところを大きなカニが走っていった。もちろん俺はそのカニを捕まえようと身を乗り出し、流木に足を取られて転んでしまった。そしてふと顔を上げると、何やら遠くから白い物体がこっちへ走ってくる。俺は目が悪いので、白髪のうちのばあちゃんが白い服を着て迎えに来たのかと思った。けど、いくら時間が経っても近づいてこない。おかしい。それにちょっと近づいて目を細めて見てみると、顔も何もない。真っ白だった。そのことに気づいた瞬間、俺はあまりの恐怖にその場でおしっこを漏らしてしまい、恥ずかしいのと怖いのとでパニックになり、裏道を駆け抜けてすぐ家に帰ってきた。漏らしたパンツを自分で洗いながら、おばあちゃんにそのことを聞くと、漁師のじいちゃんと少し話した後で、それは妖怪だよ。そいつが出ると魚が全く取れんのだよ。と話してくれた。僕は妖怪を見たということがとても怖くて、海を避けているうちに親の都合で東京に引っ越してきて今に至る。今では平気で夏は海に行ったりしてるけど、あの真っ白い妖怪だけはもう見たくない。でもみんななんだかんだ言ってくねくねのこと大好きじゃねえか。書こうかどうしようか迷っていたのですが書きます。私は2年前某局で番組制作に携わっていました。と言っても私はほとんど使いっ走りでしたけど、ある番組で、まあありがちな不思議映像や怪奇映像の特番を組むことになりまして、私を含めてスタッフ何名かで、
ミステリーサークルに関する取材を行うことになりました。実はミステリーサークルは海外だけでなく日本でも目撃されており、何か手がかりでも取れればと、小規模な取材班で冒険に泊まり込みの撮影に出かけました。しかし実際はスタッフ一同はあまりやる気がなく、私を含めてほとんどがどちらかといえば超常現象否定派の人間なので、取材も適当にこなし、予想通り収穫のない取材もこなし、あとは観光を楽しみ、まあそれなりに充実していました。普段あまり見ることのない広々とした田んぼの風景は、それはそれで心を和ませるものがあります。で、特に問題もなく、取材終了の帰途に着こうとしていたその時、あれ何?という女性スタッフの声に、みんなが反応しました。彼女が指さしている方向は一面田んぼ、他には何もないように見えたのですが、うっすら遠く、何か白いものが動いているのがわかりました。何あれ?彼女は同じ言葉を繰り返しました。白いものがくねくね動いています。人、いや、でもあんな何もない場所で何をしているのか。私自身もう帰りたかったので内心舌打ちをしながらも、何か番組を盛り上げる見せ場になるならと、カメラマンの A 君がカメラを回し始めました。車はとても入り込めない場所でしたが撮影はできます。なんでしょうあれ、人なんですか?ちょっと待ってください。他のスタッフに急かされながら、A 君はその白いものを確認していました。そして、何してるんだあれ ?A 君は突然無言でレンズを覗き込むのをやめると、そのまま片付けを始めたのです。おいどうしたんだ、何だったの今の。怖い顔をして A 君は静かに答えました。何でもありません。今回の趣旨とは関係のないものです。どうしたの?なんか顔色悪いよ。だから何でもないんですよ。わからない方がいいから。え?気まずい沈黙が流れました。白いものは相変わらず遠目からもくねくねした動きを続けているのがわかりました。帰りましょうか。最初に目撃した女性スタッフの言葉を合図に、我々は車を出しました。結局これといった収穫もなく、後味が悪いまま取材は終了しました。それから数ヶ月後、別の番組の打ち合わせで、先の女性スタッフからこんなことを聞きました。取材の後から、A 君は体調が優れないという理由で長期間欠勤した後、突然退職したのだそうです。職場の者数名が心配して彼のマンションに様子を見に行ったのですが、すでにそこは空室になっていました。後に A 君と特に親しかったスタッフたちに聞くと、A 君は精神を病んでしまい、実家に帰ったとのことでした。以上で私の書き込みは終わりです。当時 A 君の撮影したフィルムの行方は今もわかりません。A 君があれを見ておかしくなったのかどうか、そんなことは今さらわからないし、あれの正体もわかりませんが、ここで話されているものと関係がありそうな気がしたので書いてみました。それでは。一番基本的なパターンのくねくねですな。やっぱりわからない方がいいんだ。くねくね見たやつが必ず言うセリフ、わからない方がいい。これがあると創作だなと思ってしまう。ただ単にどこかの昔話が派生して都市伝説化しただけでしょ。でもなんで始まりが田んぼなんだろうな。やっぱり気になるぜ。このスレ読んでびっくりした。俺も小さい頃くねくねらしきものを見たよ。誰も狂ったりしてないし怖くもない話だけど、特にオチもないんで期待して読まないでくれ。確か自分が小学校低学年くらいの夏休みだったと思う。お盆に父の実家へ家族全員で泊まりに行っていた。新潟県の田舎の農村で、
田んぼだらけの、いかにものどかな田舎という感じのところで、俺は毎年夏にそこで過ごす数日を楽しみにしていた。実家には犬が一匹いた。白い雑種の犬で、銀って名前だった。人懐っこくてめったに吠えることのない犬で、実家のじいちゃんとばあちゃんもとても可愛がっていた。俺も銀が大好きで、田舎に行った時にはいつも散歩に連れて行ったもんだった。その日も俺は銀と散歩に行った。日は傾きかけていたけどまだまだ暑かった。日暮らしがたくさん鳴いていた夕方、俺は銀と田んぼ道を歩いてた。舗装されていない砂利道で、人は誰一人見かけなかった。とにかく田んぼだらけで、どこまで行っても田んぼ。淡々と山の方に近づいてもまだ田んぼなんだよ。だけど山に近づくにつれて、アブみたいな虫が増えてきて、あたりも暗くなってきたし、もう帰ろうかなと引き返した。すると銀が動こうとしない。しっかり足を踏ん張ってその場から動こうとしないんだ。そしてしばらくすると、田んぼに向かって、ぐるる、と唸り始めた。田んぼに何かいるのか、夕闇の中目を凝らしてみると、何か白いものがくねくねゆらゆらとうごめいている。ビニールテープの束に下から強い風を当てた感じが近いかも。とにかくずっとくね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 と動いている。でも別に俺は怖くもなんともなかった。特にそのくねくねに興味も湧かなかったし、銀を引っ張って帰ろうとした。でも銀はやっぱり動こうとしない。それどころか、ワンワンワン、とけたたましく吠え始めた。しかもくねくねの方向に向かって行こうとするもんだから、その強い力に、幼い俺は思わず綱から手を離してしまった。その瞬間銀は、すごい速さで田んぼのあぜ道を走り抜けてしまって、あっという間に見えなくなった。銀、銀、呼んでも戻ってくる気配もない。銀を追いかけようとあぜ道に入ろうとしたとき、ガシッといきなり腕をつかまれた。振り返ると、知らないじいちゃんがすごい形相で腕をつかんでいた。言ってはなんね。強い口調で言われると、俺はこのじいちゃんはこの田んぼの持ち主で、勝手に入るなと怒っているのかなと思った。でも、犬が、銀が、泣きそうになりながらもそう言うと、〇〇さんのとこの孫か。犬はかわいそうだが、俺が家まで送ってやる。そのじいちゃんは、実家に着くまで掴んだ腕を離してくれなかった。俺はよくわからないけど、何か悪いことをしでかしてこれから怒られるもんだと思っていたから、ずっとべそべそ泣いていた。歩いてる間、そのじいちゃんはずっと無言だった。実家に着くと、じいちゃんとばあちゃんが出てきた。その人と二言三言何やら言葉を交わすと、じいちゃんは真っ青になり、ばあちゃんは泣き出してしまった。その人は帰るときに、犬でよかった。気をつけてくれ、みたいなことを確かに言っていた。じいちゃんとばあちゃんはしきりにペコペコと頭を下げていた。その後も俺は銀のことでベソベソと泣き続け、ばあちゃんも泣きながら、銀には悪いことをしたけど、お前が帰ってきてくれただけでもよかった。もう田んぼには近づいちゃいけねえ、と言った。何が起こったのか理解できなかったけど、幼心に銀はもう帰って来られなくなったんだなってことだけ理解できた。次の日、俺の家族は急いで荷物をまとめて帰った。あれから十数年、この思い出は怖かった出来事、というより、銀を離してしまった、という後悔が脳裏に焼き付いて離れない。特に夏になるとどうしても思い出してしまう。家族の中で口に出すこともいけないような雰囲気で、友達なんかにも話すこともなかったけど、数年前に思い切って両親にそのことを尋ねてみた。そのことを口にした瞬間、
両親の顔色が真っ青になるのを見た。しかし、そんなことあったかな。覚えていないな、と言われる。じいちゃんもばあちゃんも数年前に亡くなり、今となってはもう確かめようのないこと。自分としては、くねくねよりも銀がどうなったのか知りたかったんです。これで終わりです。怖くもない思い出話に最後まで付き合ってくれてどうもでした。うわぁ、後味悪すぎる。田植えも稲刈りも命がけだな。結局話に出てくる老人たちもくねくねの正体はわからないんじゃないの？彼らが知っているのは、田んぼにくねくねと呼ばれる存在が時々出現する。くねくねを間近で見るとおかしくなる。近づかないようにするしかない。近づかなければ害はない。そのことは知っていても、くねくねの正体は知らないし、それについて論理的に説明することもできない。だからくねくねについて尋ねられても、わからない方がいい、としか返答できない。しかしなんか話を聞く限り東北が多いね。私ん家は九州にあって今現在も周りは田んぼばっかだけど、誰もそんな話は知らないし。誰かもっとくねくねの話ないの？これコピペだけどね。どこに書いたらいいのかわかんないんだけど、ここに書かせてください。誰に言っても曖昧な答えしかしてくれないので、ここなら誰かが俺に答えをくれるかも。小学4年生くらいのことなんだけど、親戚が水泳教室を開いていて、そこの夏季合宿みたいなのに参加させてもらった。海辺の民宿に泊まって、海で泳いだり魚を釣ったり山に登ったりする。小学生が十数人と、あとは引率の先生が男女合わせて4人くらいいた。俺は同年代のいとこがいたから、すぐに他の生徒とも打ち解け、1週間毎日楽しく過ごした。で、その最終日前日のことだったと思う。運悪く台風が近づいてきているということで、海で泳げず、俺たちは部屋で腐っていた。みんなは部屋で喋ったりお菓子食べたりテレビ見たりしてたが、俺は目の前の海を、民宿の2階の窓からぼんやりと眺めてた。強風でものすごい高さの波がバッコンバッコンやってくるグレーの海。なんだあれ？思わず声が出たのかもしれない。気がつくと後ろにケイちゃんもやってきて、一緒に窓の外を見ていた。二つ上の6年生で、虫取りが上手なやつだったと記憶している。え？あれ？ケイちゃんも浜辺のそれに気がついたらしく、目が大きく見開いている。荒れ狂う海のすぐそばを、白いものが歩いてくる。歩いてくるというか、移動してくる。男か女かもわからない。というか俺は近眼なんでよく見えない。服とか着てるようには見えないんだけど、全身真っ白だ。真っ白のウェットスーツ、そんなものあるのか？動きはまるで土壌すくいをしているような感じで、両手を頭の上で高速で動かしている。俺の真後ろで突然夜間が沸騰した。ピー。いや違う。ケイちゃんの叫び声だった。引率の先生が飛んできた。ケイちゃんは何回も夜間が沸騰したような音を出して、畳をザリザリと裸足の足で擦って、窓から離れようとしていた。その後引率の先生と他の先生とで、ケイちゃんを病院に連れて行ったような気がする。その日はみんな怖くなって布団をくっつけ合って寝た。ケイちゃんは戻ってこなかった。数年後親戚の集まりでいとこと会ったので、その夏のことを聞いてみた。いとこはなぜか露骨に嫌な顔をした。ケイちゃんはストレス性のなんとかで、その後すぐに水泳教室を辞めたらしい。水泳教室自体も夏季合宿の類を中止したそうだ。ケイちゃんはあの時何を見たのか、俺が聞きたいのはこれだけなんだが、
それについてはどうしても聞き出せなかった。俺は、その夏季合宿の後すぐメガネをかけるようになった。でも今でもその夏季合宿の時に自分がメガネをかけていたらと思う時がある。ケイちゃんは一緒に森を探索した時に、木に擬態しているような虫も真っ先に見つけるほど目が良かった。ケイちゃんはきっと、浜辺のあれをはっきりと見てしまったに違いないんだ。どんな動きか気になるなぁ。体中の関節外れたまま踊ってるみたいな感じ。目撃場所はどこも田舎。さらに決まって水面上。この条件から行くとその正体は蜃気楼。気がおかしくなるというのは、人を恐ろしがらせるために付け足された逸話に過ぎないと私は推測するが。自分もそう思った。気が狂うって話はただの蜃気楼におひれがついただけなんじゃないかと。くねくねは自分の姿をしているらしい。それで関節がありえない方に曲がっていてくねくねと踊っているらしい。なんで見たら発狂しちゃうの？ドッペルゲンガーなんかも見てしまうと無気力になったり自殺したくなるそうだよ。くねくねもそういう意思かもね。全身真っ白でアホみたいな踊りをしているのが自分だったら来るわな。友達のお父さんが山登りに行って帰ってきた日に、川でくねくね動く人間のようなものを見たと友達に話していて、それから何度か同じ山に行ってたら、突然自宅に警察から電話があって、指定された病院に行ったら、お父さんが暴れていたらしい。原因は今でも不明。同行者の話だと、川に水を汲みに行き、なかなか帰ってこないので見に行くと、一人で暴れていたとか。遠目から見て誰かに叫んでるようでもあったけど、誰もいなかったらしい。俺はこの手の話信じないから、精神病の兆候として見えるものがくねくねなんじゃないかと思う。長文すまん。くねくねの話を聞いて思い出した話ですが、子供の頃海水浴に旅行に行った時に、夜の浜辺で白くてくねくねしたものを見ました。旅館の窓から見たんですが、ビニール袋にしては大きすぎるし、何かが風で揺れてるにしても、その場に留まったままというのは変ですし、気になったんで見に行こうと父に言ったら、あれは近づいたらあかん、海に引っ張られるぞ、って言われました。見たいとだだこねたらげんこつくらいました。その翌日、なぜか目の前のその浜辺ではなく、わざわざ車で他の浜辺まで遊びに行きました。理由は聞いてないので父の気まぐれだったかもしれませんが、あのくねくねは一体何だったのでしょうか。くねくねが語り出されたのはいつからだろう。ネット時代の新妖怪とでも言えばいいのか。確か新耳袋にも似たようなのあったよね。この前久しぶりに地元の女の子に会って、ここで読んだくねくねの話したんだけど、その女の子も昔同じようなもの見たって言ってびっくりしてた。その時田舎のおじいちゃんが亡くなったそうで、葬式に行ったんだって。葬式の日はばあちゃん家に泊まって、次の日の昼過ぎ頃の帰り道の話。その帰り道、その子はずっと窓の外見てたんだけど、ふと前の方を見ると、遠くの田んぼで白い何かが揺れてるのが見えたそうだ。その子は気になってずっと見てたんだけど、やっぱり何かわからなくて、お母さんに、あれ何？って聞いてみた。両親もしばらくそれを見ていて、お父さんが、かかしがかげろうで揺れて見えるんじゃないの、とか言ってたらしい。その子とお母さんはずっとそれを見てたらしいんだけど、それが近づくにつれ、無性に怖くなり泣き出したそうだ。そしてお父さんに、あれが怖いからこの道は嫌だ、ってダダをこねたらしい。両親は笑いながら、大丈夫、ただのかかしだよ、って言って、
そのまま車を走らせていた。それでも怖かったので座席に突っ伏して白い揺れるものを見ないようにしてたんだけど、お母さんが、嫌だ。何あれ?って言ったので、気になってついまた窓から外を覗いた。さっきまですごく遠くにあった白いものはだいぶ近くまで来ていて、結構はっきり見えたらしい。その子はギャーと叫んで泣き出し、両親も急いで車を走らせたそうだ。その白い何かは、手足の長い人間のようなものだったらしい。それはやっぱりくねくね動いていたんだけど、なんかぶれているような感じで、そこにいないような感覚で、まるで幻のようだったと言っていた。その子はそれからしばらく塞ぎ込んだらしくて、心配したお母さんが田舎のばあちゃんに白いものについて聞いてみたんだけど、おばあちゃん曰く、提灯火、と言っていたそうだ。今でも思い出すとゾッとするって言っていた。ちなみに気が狂った人はいない。後日その子が絵を描いてくれたんだけど、そこに描かれたくねくねは異様に頭がでかかった。提灯火って提灯火って感じかな。なんで都会から田舎へ行った人ばかりが変なのを見るんだろう。田舎に住んでいる人は見ないのに。この手の話はそこら辺がうさんくさい。大体都会人が田舎に行った時の話だよな。田舎の人にとっては昔から馴染みの存在であるために、都会人から情報が出やすいのかも。私のじいちゃんがかかしは神様なんだよって言ってましたっけ。でも最近は田舎でもかかしをあまり見かけなくなったし、風情がなくなりましたね。別にかかしがくねくねだとか言うつもりは全然ないですけどね。少し思い出したので。しかし改めて考えると見ただけで気が狂うって相当すごいよな。よほどの外見なのか、それとも何か特別な力を持っているのか。今さっき友人3人で家で飲んでたんだけど、なんとなく窓の外を見たら、全身タイツみたいな人がすごい勢いで踊っててビビった。うわぁ何あれキモ、とか騒いでるうちにどっかに行ってしまったが、きっとあれはユーマの一種だと思う。他すれからのコピペだが、これってくねくねじゃね。元から気が狂いそうな時にくねくね見るんだよ。複数人が同時に見るのは集団催眠のようなもの。続きがあった。あちらでこのスレを紹介していただいて読ませていただきました。私自身はあれが何だったのか、かなり酔った状態のためよく覚えていないのですが、あれから一緒にいた友人に聞いてみたところ、もしかしたらくねくねなんじゃないかと思ったので、改めて彼女の話を書き込ませていただきます。私の家は愛知の三河あたりです。4階建ての小さな市営アパートで、私の部屋は最上階、窓からは駐車場を挟んで向かいに公園が見えます。私の家は両親とも働きで、帰宅時間はバラバラなのですが、その日は両親とも朝まで帰ってこない日だったので、友人を呼んで遊んでいました。酒が入ったのはだいたい夜8時を回った頃です。私は好きなのですがあまり強くなく、その辺の記憶は曖昧なのですが、幸いにして友人のうちの一人がかなり強く、その時のことを比較的鮮明に記憶しているそうです。11時少し前、冷えてきたので、クーラーをつけていたのを止めて、空気を入れようと窓を全開にしました。田舎の街なので他の家の電気もまばらで、公園の街灯が目立ち、全員の視線は自然にそこに集まりました。街灯の下で、全身タイツの人が踊っていました。アパートからその公園の街灯までは、だいたい100メートルあるかないか。部屋が4階なので、コンタクトを外していた私にははっきりとは見えませんでしたが、酔っていたこともあり、みんな、何あの人。気持ち悪い。
と騒いでいました。しばらく騒ぎながら見ていたのですが、映像に残そうと思い、携帯電話を取りに行っているうちに消えてしまいました。その後しばらくその人の話題で騒いだ後、時間も遅いということで、友人二人は帰宅しました。昨晩このスレを読んで、くねくねというものを知った私は、こういうのがいるんだって、と、笑い話として友人二人にメールを送りました。そのうちの一人は私と同じくあまり覚えていないそうなのですが、もう一人がくねくねの詳細を教えてほしいというので、電話で話しました。彼女はあの後、友人と家に帰ったのですが、酔いが覚めてくると、自分が見た、変な踊りをする全身タイツのような人物が何だったのか気になり出したそうです。酔っていたせいもあるのでしょうが、その人の顔や、はっきりした姿が思い出せないとのことで、明るい色をしていたが、街灯の下ということもあり白とは断定できない。動きも踊りというには、規則とか法則性がなかったそうです。私からくねくねの話を聞いて、恐怖はないが不思議でしょうがない、と言っていました。以上が私と友人が見たくねくねかもしれないやつの話です。ただの変質者かもしれないけど、何かの参考になればと書き込ませていただきました。長文乱文で読みにくいかとは思いますがご了承ください。夜も出るということか。とうとう夜にもくねくね登場か。3年前に死んだじいさんがしてくれた白神様って話にそっくりなんだが、うちのじいさんの出身は栃木だから、その辺の話だと思う。白神様か？俺もばあさんがそっちの生まれだったから聞いたことがあるのを思い出した。森の奥の沼で、バチャバチャと水音がしても見ちゃいけない。白神様が遊んでるから絶対に見ちゃいけない。白神様の顔を見たら日暮れの頃に迎えに来るぞ。って話だったと思った。細かいところまでは覚えてないが、今度ばあさん家に行ったら詳しく聞いてみる。多分自分は昔くねくねを見たと思う。実家が農家で、離れた畑に行くのに軽トラで行くんだけど、土曜の午後とか日曜は家に一人でいるのも心配だってことで、一緒に連れて行ってくれる。その時はリンゴの手入れで、高いところは脚立みたいな木のはしごに乗るんだけど、子供は作業の邪魔になるので乗せてもらえない。で、親がお昼ご飯を食べてる間だけ登れる。はしごは親の肩車より高くて、登ると結構遠くまで見通せる。そこからは農薬の散布車がよく使う貯水池があって、近くで見ると汚いけど、遠目にはキラキラしてて足の茂みとか綺麗だった。そこに変なものがいた。最初はアルミシートが飛んできたのかと思った。普通はリンゴを下からも火に当てるために木の下に反射シートを敷くからだ。それにしては細長い。腰痛の父親がよく腰に巻いてるさらしがもつれて木に引っかかり、たなびいてるようにも見えた。でも風は吹いてない。自分で動いているようだった。水中の糸ミミズみたいな動き。動きは変だが形は人にしか見えない。面白いものを見つけた嬉しさで両親を呼んだ。でも子供のざれごとに付き合いきれないのか、親は生返事で寄っても来ない。自分は見張り番の気分で、はしごの上から白い人型が貯水池のあたりでうねるのを見ていた。不意に、白い人型の頭の部分がくにゃりとこっち側を向いた。それまで前も後ろもわからなかったのに、なぜ振り返ったのがわかったのか。顔があったからだ。そして顔がはっきり見えた。貯水池はかなり遠い。実際に人が立っていてもどこの誰かは判別できない。なのにはっきり見えた。双眼鏡越しに目があったような、見えた顔は、老けてるのか幼いのか、
ほうけてるのか笑ってるのかわからない。でも間違いなく、自分の顔だった。少なくとも当時の自分はそう確信した。そこで記憶が途切れている。その後、自分は病院で目を覚ました。ものすごい声を上げた後、引きつけを起こしたようになり、はしごから落ちたそうだ。転換の発作かもと言われたが、そんなことより、自分の見たものが怖くて怖くて、泣きながら説明しようとしたが、ろくに表現できなかった。親には日射病だろうと言われた。夏休み明けとはいえ日差しも強かったから、そうすると昼でも夢を見るんだと教えられた。その後も畑にはついて行った。貯水池の脇を通るのは怖かったけれど、家に一人でいると思い出してもっと怖かった。はしごには登らなくなり、畑では親にくっついてばかりいた。それからあれを二度と見ることはなく、ようやく夢だと納得できるようになった。しかし今でも実家に帰るのは怖い。おつでした。自分もくねくねの正体は熱中症などの病症が誇張され、様々なストーリーが付加され語り継がれたものだと考えています。見た人がみんな発狂して結局正体が知れず、牛の首の話と同じじゃん。誰も知らないのにその話自体は語り継がれていくというパラドクス。まあくねくねはその点に関して矛盾はないけどな。くねくねはプラズマです。終わり。